ようこそ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタラです。というわけで今回なんですけれども、6月の17日木曜日クイックアップデートは来ていません。これは10日のクイックアップデートの時に公式が夜に2週間のクイックアップデートの内容ですよっていう風に案内していましたので、2週間での継続となり、景品の車両や割引は一切変更なしです。で、その中でもちょっと注意点とかもあったりするので、中盤から後半に説明していきます。で、今回2週間にわたってこの報酬2倍3倍があるんですけれども、これかなりね稼げますので、固定コメントからよく参考にしてください。まあ、CEO のジョブとか車両取引というのはかなり稼げますので、大型アップデートに向けてこちらを参考に初心者さんはやっていくといいんじゃないかなと思います。そして公式の発表が水曜日あたりにあったんですけれども、 GT オンラインサービス終了のお知らせというわけで、まず最初にこれ PS3 と Xbox360 の旧世代機となります。で、いきなりすぐ終わるんじゃなくて12月の16日で終了となり、その事前に、まあ、9月あたりからねソーシャルクラブとかが、まあ、だんだんね機能しなくなっていきますよっていう感じですね。なんで旧世代機があったからこそ今の GT オンラインが今あるというわけで、ありがとう旧世代機 GT オンラインというわけでね、まあチーターとかねいろんなバグが多いと思うんですけれども、まだまだあと半年ぐらいあるんでね、まあ、PS3 の方とか、Xbox360 の方とかは次世代機に移行するとか新しく始める、まあ、の検討してみるといいんじゃないかなと思います。で、2週間のクイックアップデートの内容の後ですね、毎年恒例に近いんですけど、大型アップデートの情報が突如出たりする可能性があります。なので大きな発表の前触れのようなオンライン終了の案内だったりとか、今回公式が一切このトレーラーというのを発表していません。海外の一部ではセリカがキャンセルかとまで言われていますが、さすがにそれはないんじゃないかなと。なので気長にね待っていればいつか来るんじゃないかなと思います。で、おそらくなんですけれども、7月前半までの水曜日、木曜日、金曜日の夜あたりに急に発表が来るんじゃないかなと結構いろんな海外の人たちは言っています。で、今週のタイムトライアルとかのお金稼ぎ系について注意点なんですけど、例えば報酬2倍の CEO ジョブとか、車両取引っていうのは通常通り一応稼ぐことができます。しかしタイムトライアルっていうのは、まあ、基本でこの開催地が変わらないと2週連続だったとしても稼げないみたいな、前回ありましたよね。タイムトライアルが先週と同じものが続いちゃって、まあ、2日3日後に急に変更されたみたいな、しかも開催地を変更する、まあ、バグみたいなのもね発見されたりとかっていうのもありましたけども、そういった感じで今回のタイムトライアル先週クリアしている人はなんと報酬が1000ドルというわけで高額でもらえないんですね。なんでタイムトライアルは先週やってない人はチャレンジしてみるといいかなと。で、先週やってる人はやってもまあ1000ドルとかなんでほぼ意味ないかなと思うんで、使用ジョブとかまたは車両取引に力を入れた方がいいかなと思います。で、特に車両取引なんですけど、始めるまでに CEO のオフィス必要だったりとか倉庫が必要だったりとかで、大体300万ぐらい割引聞いてても使うことになるんですが、その代わりずっとね稼ぎ続けられる、公開ソロセッションで稼ぎ続けられるソロお金稼ぎの、まあ、結構ね太い稼ぎ方になりますので、これはねぜひね、準備割引の期間中やっておいた方がいいです。で、注意点はタイムトライアル先週クリアしている人は報酬が高額にならないということで注意してください。では車両取引なんですけど、これボーナスマネーもね案内した通りあります。で、報酬2倍の車両調達ボーナスマネーはこれ期間中ですね、次の木曜日までに5台調達で25万ドルが月末までにもらえる。そして10台調達した人には50万ドルもらえるというわけで、これ合わせて75万ドルってことはまずないので、コメントでも質問あったんですけど、基本的には5台で25、そして10台で50万ドルというわけで、このやり方も詳しい方法は固定コメントに貼っていくので、まだチャレンジしない人、そして先週逃したなと思ってあれ今週もまだできるんだってことに今気づいた人はぜひチャレンジしてみてください。まあ、おそらくアップデートに向けてお金みんな貯めてると思うんですけど、大体が主力がカヨペリコ強盗だと思います。
でもカヨペリコ強盗をまだ始めることができない人は放置ジョブだったりとか CEO のジョブだったりとか報酬2倍の、活用をすることで200万ドルを貯めて220万ドルを貯めてコサとかを購入することができると思いますので、まずそこを目指してください。で、220万ドルを貯めることができたら、カヨペリコガイドというね、2021年後半でも初心者さんが始められる手順として最短の、そして、最安値、そして、手順がなるべく少ないやり方で案内してますので、そちらの方をぜひ参考にやってみてください。今回車両取引というのは、本当に32台を集めることで、その次からね、集めたものは全部トップレンジに近くなります。で、この売却が、まあ大体ね、売却する前に4万ドルの改造費払うんですけど、たったカーゴボブで調達5分、そして売却5分で16万ドルですね。20万ドル得られるんですけど、4万ドル改造費払ってるので、プラス16万ドルというわけで、10分で16万ドルというかなりね、いいお金稼ぎとなりますので、カヨペリコ強盗が飽きちゃったなって人はぜひ車両調達とかをねやってみてください。また車両調達と同時にね並行してやってもいいんじゃないかなっていうことで、今回クイックアップデート木曜日ライブやってましたけれども、あ、今回来るんですかって結構質問ありました。おそらく来ないですよっていうふうに言ってたんですけど、やはりね急に GTA オンライン、まあ運営の方が昔12時頃ですね、深夜の12時とかにいきなりオープンホイールの車両ですね、 PR4 っていうのをまだ発売前に急に景品台に出したことありました。そうやって急にやることがあったりもするので警戒するっていう感じで、まあ特にね金曜日の夜あたりなんか公式言うんじゃないかなと思うんですけど、今週もし来なかったら水木金の夜深夜の1時ぐらいかな、公式が何かしら反応すると思うんで、何かしら発表すると思うんで、ぜひそういった、Twitter だとか Instagram で公式が発表したっていうのを気づいた人はぜひねパパテラのチャンネルの動画、どの動画でもいいので公式発表しましたよってねコメントぜひしてください。そうすることでより多くの人たちと一緒に情報を共有できると思うので、まあ、そういった感じでねみんなでね待機していって夏の大型アップデートを迎えたいと思います。というわけで今回はクイックアップデートが、まあ更新はないんですけど注意点いろいろありましたので、参考にしてみてください。Smoke weed every day. Smoke weed.